10月17日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは気圧配置から見ていきましょう。土曜日朝9時の予想天気図です。南の海上に前線が位置しています。西日本や東日本は広範囲で雨が降る予想です。等圧線の間隔もやや狭く、沿岸部では風が強めに吹くところがある見通しです。それでは実際の天気を見ていきましょう。12時の天気分布の予想です。西日本、東日本、一部天気が回復に向かうところがある一方で、広範囲で雨が降る予想です。特に近畿や東日本にかけては夜にかけて傘の出番となるところがありそうです。またこのように雨が降ることもありまして、気温の上昇もあまり期待できないところが多そうです。特に雨の時間が長い近畿や東日本では気温が上がりにくく、中でも関東は日中の寒さが感じられてしまいそうです。東京では日中も11月末頃の気温が予想されており、しっかりとした上着が必要になりそうです。体調管理にも気をつけて土曜日をお過ごしください。